山田報告、山田報告、山田報告、文化2年2月21日、1805年3月21日、明治10年、1877年6月26日は、幕末期の儒家、陽明学者。名は玉、通称は安五郎。報告は五王。密中聖人と称された。山田家は、元は、聖は源氏の流れをくむ武家であったが、 庄屋だった祖,祖父が長男を勝手に坊主にした住職を殺し自害して財産没収の上追放となる。次男の子孫が数十年後許されて戻ってきて報告が生まれる頃は百姓として生計を立てていた。報告はお家最高を願う父、五郎吉、菜種油の製造、販売を家業とする農商の子として備中松半業製法村。 現在の岡山県高橋市中井町政法で生まれる。5歳になると、新見藩の受学者である、丸川松院に学ぶ。20歳で私文に取り立てられ、藩校の筆頭教授に任命された。その後、藩政にも、参加、財政の立て直しに貢献した。幕末の混乱期には、苦渋の決断により、藩を滅亡から回避させることに成功した。しかし、明治維新後は、 多くの将兵の声をすべて断り、一民間教育者として亡くなった。報告は29歳の時、京都遊学で、陽明学と出会う。この時、大陽明の伝習録から、朱子学と陽明学のそれぞれの利点と欠点を理解し、正しい学び方を習得した。朱子学の利点は、初心者でも学問の順を追って学べば、深く学ぶことができる。しかし、 我が心の内を忘れて我が心が特進しているかは、問わないという欠点があった。一方、陽明学の利点は、我が心が特進しているのかを問うて、人間性の本質に迫ることができ、道理を正しく判別でき、事業においては成果を出すことができる。しかし、私欲にかられた心で行為に走ると、道理の判断を誤ることが多いという欠点があった。よって、 先人たちの教訓や古典から真摯に学び、努力することが求められる。この後、報告は弟子たちから陽明学の教えを壊れても、安易に教えることはせず、朱子学を深く学ぶことを悟した。これは、己の心のままに行為に走ってしまいやすい、陽明学の欠点を熟知していたとによる。晩年には、静谷学校にて1年に1ヶ月、陽明学を教えていた。 広告が説く、理財論及び、義対策の実践で、反省改革を成功させた。理財論は、広告の経済論。漢の時代の当中女の言葉である、義を明らかにして、理を図らずの考え方で、改革を進めた。つまり、後期を整え、政令を明らかにするのが義であるが、その義を明らかにせずに理である飢餓を逃れようとことの、内に立った改革では、成果は上げられない。 その場しのぎの気が対策を進めるのではなく、ことの外に立って、ぎっとりの分別をつけていけば、おのずと道は明け気がする者はいなくなることを説いた。広く、天下を制する者は、ことの外に立ちて、ことの内に屈さず。塩谷党員は、内外屈伸の一語は、不及の名言と、気対策は、広告の政治論。天下の私風が衰え、賄賂が公然と行われたり旅を越えて、 贅沢なことが財政を圧迫する要因になっているのでこれらを改めることを説いた。この方針に基づいて報告は大胆な反省改革を行った。報告は反対意見を受けたもののあくまで藩主、家臣が設けるための政策ではなく、藩全体で利益を共有して、藩の主要な構成員たる領民に、それを最大限に還元するための手段であるとして、 この批判を一個だにしなかった。事実、報告は、松山藩の失政の期間には、過剰を辞退して、むしろ自分の財産を減らしている。これによって、松山藩、表高5万国の収入は20万国に、匹敵すると入れるようになり、農村においても生活に困窮する者はいなくなったと、いう。夕飯に準ずるほどの大規模な反省改革を行い、 後の長州藩等の手本になるものもあり、当時としては、画期的な政策であった。反対意見も多かったが、藩主、板倉勝清の、報告の言うことは、私の言葉、というような信頼関係のもとに行われた。藩主、板倉勝清は、白川藩主、松平定信の実の孫であり、元をたどれば、徳川吉宗の矢者後にあたる。そのため、 幕府に対する忠誠心が高く、勝つ自身も創社版、自社奉行、老中と幕府の養殖を務めた。しかし、幕府の住職を担うことは、犯罪性の逼迫を招くため、報告は、勝つの幕政参加に反対していた。また、勝つは、報告の能力を高く買い、藩の外交官として、自身の補佐役に任命したが、報告は内政に比して、 藩の外交や惑星に対しては、能力も意欲も乏しかった。そのため、惑星の補佐役は、早々に辞任し、藩の内政には、全面的に責務を負うことを条件として、松山に帰国している。そしても、っぱら、藩の復興や、弟子の育成に力を注いだ。しかし、大政奉還とそれに続くとは、伏見の戦いにおいて、老中として、大阪城の将軍、 徳川義信のもとにいた勝清は、幕府側について、官軍と戦うこととなった、戊辰戦争。これに対して朝廷は、岡山藩などの周辺の大名に、松山藩を朝敵として討伐するよう命じた。突然の出来事に対して、松山の人々は動揺した。報告は、地君勝清に従って、官軍と戦うよりも、松山の領民を救うことを決断し、 勝木を隠居させて、新しい藩主を建てることと、松山城の会場を、朝廷に伝えた。大石早浦と沈武氏の謝罪書の草案にあった、大逆武道には死をとして反論して、軽挙暴動に返させた。松山城を占領した岡山藩内では、旧幕府軍に加わっている勝木きの代わりに、報告を切腹させるべきだという意見もあったが、彼を慕う松山藩領民の抵抗を危惧した。 藩中央の意向でうやむやとされた。また、岡山藩で名君と慕われていた藩主、池田三政が陽明学を信仰していたことも、岡山藩が報告に好意的だった理由とも考えられる。その後、報告は、岡山の人々の依頼で、漢文10年、1670年に池田三政が設立し、明治3年、1870年まで続いた、静谷学校。 日本最古の庶民学校を、陽明学を教える静谷少女として明治7年、187年に再興した。しかし、静谷少女での講義の内容が、官学に偏っていたために受講生徒数が減少し、4年間で静谷少女は、休学に至ってしまう。明治新政府は、報告の財政改革を高く評価して、三島中州や川田大港らを通じて、 出資を求めた。しかし、領民たちを救うためとはいえ、心ならずも、主君を隠居に追い込んで勝手に降伏した報告に、再始巻をする考えはなかった。そして、明治十年、1877年に死去するまで、弟子の育成に障害を捧げることになったのである。報告の理財論と義対策は、後に、弟子の三島中州の義と死亡論へと発展し、 三島が開いた私塾であるに小学者を通して、渋沢栄一をはじめとする関係者たちに伝えられ、彼らを通して、日本の財界に深い影響を与えることになった。姿勢、即達という真心と慈愛の精神を説いたことでも知られる。例えば、他人を、小人呼ばわりした、三島中洲に、世に、小人なし。一切、主生、皆愛すべし。と今めたという。 後姿勢、即脱の精神は、福西志家子らを通して、石井十字、留岡康介、山室群平、中島茂らに影響を与えていった。それはとりも直さず、日本の福祉の歴史においても、大きな影響を与えたことを意味する。平成八年、1996年に、義孫である、山田人志編、山田報告全集が、名徳出版社、 全3巻で復刊されている。同年には、報告の伝記として、矢吹国彦、炎の陽明学山田報告伝、明徳出版社、林田明大財政の巨人幕末の陽明学者、山田報告、35巻が、相次いで刊行されるなど、近年では、明徳出版社を中心として、報告の伝記研究が多数刊行されている。2005年には、生誕200年を記念し、 山陽新聞社編集、南一平作画による漫画山田報告物語が制作された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。